いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平加入にドジャース同僚喜びの声続々生保守、ウィルスミス、ワクワク、守護神もグループチャット盛り上がったドジャースに10年7億ドル約1,015億円で移籍することで合意した大谷に早くもフィーバーが起きている 自身のインスタグラムでドジャース入りを明かしてから一夜明けた10日日本時間11日地元ロサンゼルス・タイムズでは一面のメイン記事となるなど5ページで大展開新たな同僚も大歓迎したロサンゼルスが招平で沸いたロサンゼルス・タイムズは MLB 史上最高額での契約となった解説や大谷が勝利に飢えているとする記事さらにはエンゼルスがチーム再建に入るのではないかなどと紹介 ドジャースのユニフォームを着た巨大ポスターも掲載されたさらには MLB などのグッズを手掛ける会社が大谷のボブルヘッドドジャースバージョンを1024体限定で発売することを発表早くもグッズ展開が決まった運命の12月9日に自らのインスタグラムで決断を公表した12年の日本ハム入団表明17年のエンゼルス入団会見と同じ日 これでドジャース打線はユーティリティのムーキー・ベッツとフレディ・フリーマン一塁手に加え大谷という夢の MVP トリオを要するラインアップとなる7月11日にシアトルで行われたオールスター戦でア・リーグ DH の大谷が打席に立っている際ナ・リーグの先発や主陣として守備についていた両選手はマイクを装着し全米中継局 FOX ス,スポーツの試合中インタビューを受けていた。 当時から来期の大谷の最有力候補はドジャースと報じられていたこともあり2018年 MVP のベッツはドジャースに来たいならば大歓迎だよと笑顔で2020年 MVP のフリーマンも「全3 9弾が欲しがるよな」とうなずいていたさらにフリーマンは「こんな選手は見たことがない最高の投手と最高の打者が同一人物だなんて言葉にできない」 これまで大谷が出たオールスターは幸運にも自分も出られたがいつも「大谷翔平ってどうよ?」と聞かれるだから「いまだに言葉に表せないほどすごい」と答えるんだしかも「年々進化している」と簡単するとベッツも「ああかなりすごいよね自分もあんな風になりたいと思うけど翔平は唯一無二だから」と称賛を重ねた ベッツは昨下も YouTube の番組でマイク・トラウトと対談し大谷をマイケル・ジョーダンのようにダントツでレベルがかけ離れた偉大な選手天性の才能の持ち主と称賛していたこのオールスターの試合後大谷も会見で誰がすごいと思ったかとの質問に今日に限らずだがベッツはすごいなとライトを守ったりショートを守ったりセカンドを守ったり そういうい高いレベルでオールラウンドにこなす選手はいないと思うので見ててすごいなと思うと語っていた来期から共に戦うことになった同僚も興奮気味だチームの正捕手で新女房役となるウィル・スミスが大谷入団が決まった瞬間の心境を明かした MLB ネットワークラジオの番組に10日日本時間11日出演し「昨日は本当にクレイジーな日だったよ」 みんなが TwitterX で彼の決断を今か今かと待っていたと振り返り発表を聞いた瞬間は家にいた ESPN の速報をスマホで確認して「もう興奮したね」と話したバッテリーを組むことになる大谷については素晴らしい能力を持った選手が加わってチームが強くなるということは楽しみだしエキサイティングだ彼は球界の最高の選手僕らは彼の加入で確実に強くなった 彼と一緒にプレーする来季を楽しみにしていると話したスミスは今季がメジャー5年目でこれまで2桁本塁打を4度マークし通算91本塁打今季は126試合に出場し111試合でマスクをかぶっているまたドジャース主砲のフレディ・フリーマン内野手の妻チェルシーさんはウキウキの様子で写真を X に投稿大谷を歓迎する大谷トレーナーの画像で 米ファンも待ちきれない大好きだと反応している選手の妻も大谷加入を歓迎したブロンドヘアのチェルシーさんはおしゃれにトップスを着こなした1枚の写真を投稿様になっているが正面の部分にはザ「ザビックス・リー」の文字とともにドジャースのユニフォーム姿になった大谷の画像が置かれていた合成と見られその両隣には夫のフレディ同じく大物選手のムーキー・ベッツが並んでいる 自身の X にお茶目な投稿をしたチェルシーさんは、ベースボールシーズンはまだ。と大谷加入が待ちきれない様子で投稿していた。大谷がインスタグラムでドジャース移籍を発表した後にも喜びを投稿していたチェルシーさん。これに米ファンも反応した。ビッグスリーだ。待ちきれない。大好きだ。グッズがすでに手に入るのか、笑もし誰かがクリスマスショッピングを私のためにしてくれるなら、これがいい。 フリーマンは今季打率3割3分1厘29本塁打102打点をマーク2020年には MVP に輝いているスター選手で大谷ベッツと上位打線で並ぶことが期待されているまたドジャース守護神のフィリップスも球ンジ陣ンのグループチャットは盛り上がったと喜んだ「ガビン・ラックス内野手は昼寝から起きたら」なんてことだと驚きを X に記していた 目覚めたたら大谷と同僚になっていたようだ今期は右膝の負傷でメジャー出場がなかったが声優劇士として期待されるラックス大谷のドジャース入りが伝えられた後自身の X で「昼寝から起きたら」なんてことだ「わらやってやろうぜ」と投稿驚きとともに興奮ぶりを記していた20年以来の頂点へ自然に士気も高まっているサッカーのメッシらを超え プロスポーツ史上最高額となったメガ契約長期契約に盛り込まれることが多いオプトアウト契約破棄条項を含まない事実上の障害契約となった米報道によると大谷のアイデアで年俸のほとんどが契約の10年を終えた後に支払われる年俸総額が基準額を超えた球団に課される課徴金贅沢税を避けることができるため今後の補強資金の確保につながるスポーツイラストレーテッド氏では 12月1日のドジャースとの交渉で長期的に勝ち続けることを望んで選手育成の方針とマイナーのシステムについて大谷が質問したと紹介ブルージェイズ入りの可能性が高まったと報じられた合意発表前日の8日日本時間9日にはドジャース幹部が緊急会議を開いて条件を見直して契約額が増えたことも伝えたさらにジアスレチックではメッツの公演オーナーが代理人から一度も連絡がなかったことを報じるなど 交渉の裏側もようやく少しずつ明らかになってきたメジャー7年目の来季初めてナ・リーグでプレーすることになるブレーブスのアくうにゃらライバルは多いが史上2人目の両リーグ MVP の期待がかかる早ければ12日同13日にも会見を行う見込み大谷への注目度はとどまるところを知らない正直者ロバーツ監督は安堵かシーズン中にも語った大谷愛。 大谷がドジャース移籍を決断した日本人の母を持つ沖縄生まれの指揮官はほっと胸をなで下ろしていることだろうドジャースのデーブ・ロバーツ監督は先のウィンターミーティングで大谷との面談をメディアの前で明かした大谷サイドが秘密裏に交渉を進め獲得を目指す球団に観光令を敷いていた中で起きて破りの交渉公開となったロバーツ監督にとって会見の発言は何の駆け引きもなく 素直に出たた言葉だった面談はうまくいったと思うこれを話すことで彼に失礼に当たるとは思わない交渉の本質をつく言葉を出したわけではない彼が我々の最優先事項と誰もが分かっていたことを公に言っただけだったドジャースの編成から監督はお叱りを受けたとの報道もあった大谷の代理人も眉を潜めたかもしれないが監督の言葉が大谷の決断に影響したとは到底 考えにくい結果的に大谷はドジャースに行くことを決めたロバーツ監督は今年6月にも大谷愛を口にしていた監督で翔平を愛さない人はいない監督ならみんな翔平をマネジメントしたいと思うし自分が一番うまくできると思うものだ記者から大谷が欲しいかとド直球質問を受けた時の回答だったその時点で大谷が欲しいことは分かった 記者の質問をはぐらかすのが巧みな監督もいるがロバーツ監督はごまかすことが好きではない苦手なのかもしれない大谷と面談したことをなぜ明かしたのかと問われてこう言った「自分は嘘をつきたくない正直でありたい」「来期ロサンゼルスで願っていた大谷との共闘がかなう大谷に史上最高額の先輩がおめでとう元ヤンキース A ・ノット氏がエール投稿」 元ヤンキースで通算696本塁打のアレックス・ロドリゲス氏がロジャース移籍決断を公表した大谷にエールを送った SNS に「招兵おめでとう大きな変化だねこれからもこのスポーツを前進させ続けてほしい」と投稿ロドリゲス氏が2001年1月にレンジャーズと結んだ10年総額2億5200万ドル当時約279億7200万円も 北米プロスポーツ史上最高額として当時世界中で話題になった球界の先頭に立つ責任と重圧を知るからこその言葉だった全米が大谷7億ドルドジャースとの巨額合意にロサンゼルスとニューヨーク東西2大都市で紙面ジャックエンゼルスから FA となっていた大谷翔平投手がドジャース移籍決断を公表してから一夜明けた10日日本時間11日本拠地のロサンゼルスだけでなく 東海岸のニューヨークまで全米の新聞が大谷一色に埋まった世界のプロスポーツ史上最高総額となる10年総額7億ドル約1,022億円のメガディールのインパクトは絶大だ大谷サイドから厳しく情報規制されていた交渉の過程も伝わってきたロサンゼルス・タイムズ紙は大谷が次のショーの舞台にドジャースを選んだと一面で伝え ドジャースタジアムで行われた22年オールスター戦のプレー写真を掲載したスポーツ面ではドジャースのユニフォーム姿の合成写真も大きく載せショービジネスの見出しプロスポーツ史上最高総額の衝撃が大きくニューヨーク・ポスト紙は一面にドル紙幣が舞う中で両手を広げる大谷を載せ中面では7億ドルの男と紹介したニューヨークのデイリーニューズ紙もショウヘイザ・マネーの見出しで一面 ヤンキースもメッツも争奪戦に本格参戦しなかったが東西の米2大都市の話題は大谷の巨額契約で持ちきりだった大谷サイドから強い観光令が敷かれ前例のない沈黙の交渉過程も伝わってきた MLB ネットワークのジョン・ヘイマン記者によると最終候補だったのはドジャースブルージェイズエンゼルスの3球団8日には大谷がチャーター機でブルージェイズ本拠地のトロントへ向かった という誤報がが流れたがカナダのスポーツネット局電子版はブルージェイズのオファーは6億ドルを大きく上回りドジャースに匹敵するものだったと伝えたまたドジャース専門サイトドジャースネーションは8日夜の時点でドジャース側には契約成立への確証はなくブルージェイズのオファーへ対抗するため最後の24時間で1億ドル前後を上乗せしたとも報じた両球団による激しい競り合いが 合意直前まで続いていてた模様だドジャースは現在メジャー40人枠が埋まっており人員整理後に球団からも正式に契約が発表され入団会見に至る見込みだ再契約に合意している救援右腕ケリーもまだ40人枠に登録されておらずスポーツサイトジアスレチックは大谷とケリーの登録のため2人の選手を放出するトレードをヤンキースと交渉中と伝えた。 USA today のボブ・ナイチンゲール記者は自社に限らず大谷の動向でブルージェイズ本拠地のトロントに向かったなどのフェイクニュースが多かったことを私たち野球記者はジャーナリズムの恥さらしになったと異例の反省大谷サイドが徹底した情報管理を貫いたことを非難する声もあったがこのやり方は悲観されるのではなく称賛される何一つリークせず最後に契約と契約金を自ら発表したのはすがすがしかった と称えた大リーグ公式サイトは来季123番に並ぶことが予想されるベッツ大谷フリーマンの MVP トリオを来季の最強トリオにランク付けし現在だけでなく歴代でも最強のトリオになるかもと評した契約額への驚きと来季への期待は高まるばかり入団会見での久しぶりの肉声が待ち遠しい大谷がドジャースと結んだ10年7億ドルの契約で 年俸のほとんどが契約の10年を終えた後に支払われると複数の米メディアが伝えたロサンゼルス・タイムズ紙は関係者の話として税制上のメリットがあることに加えより重要なのは一人の選手が平均年俸の7,000万ドルを稼いだ場合に発生するチーム総年俸と贅沢税の複雑さを軽減することと説明。使えるる資金の確保にもつながることで 今後の補強に影響するこの後払いを同志を含めた多くのメディアが大谷のアイデアと指摘している最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします